やって本日もやってまいりましょうカレーパイ。あ、間違えた。ゼルダの伝説、ムジュラの仮面だ。ということで、ここの部屋は一体何だったっけかな？はい、出ていきましょう。速攻でミスったよ。はい、ということで、続きやっていきましょう。完全に積んでいる状態からですね、一体は、はい、どこに行ったらいいのかが全くもってわからない状態なんですけれども、どうしたらいいこれ。とりあえずまた上に戻らなきゃいけないと思うので、あそこに戻るためには、あそこかな？ゴロン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 、うげー、チュ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 チン。また下に下げるとすげーめんどくさいことになるから、あ、でもそれあれなのかな？これ普通に落ちない状態のままからやっていった方が良かったのかもしれないけどね。まあ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 、まあ。で、ここにゴローンと行って、で、そしたら、こっちにチュインと行くんで、とりあえず抜いていた方がいいかもしれないから、でね、みんなね、どんな感じの実況スタイルにするのがいい？それと、普通にさ、ゲームをサクサク進めるっていうのは、大前提として条件あるかと思うんですけど、それとはなんか別でさ、なんかさ、喋り方がさ、こういうのが好みです、みたいなのとかってあったりするじゃん。なんかさ、ね、やっぱ落ち着いて喋るみたいなさ、とかあればさ、やっぱエンターテインメントとして見てるんだからさ、すごいなんか、こう、なんか、あれ、すごいぐちゃぐちゃ喋ってさ、なんか、早口でペラペラ、まあ、喋ってるみたいな感じもあればさ、なんかさ、こう雑談マジでさ、なんか普通になんか生配信ライブみたいな感じでなんか雑談交えてペラペラ喋ってるとかなんかいろいろあるけどさ、まあなんかいろいろスタイルってあるじゃん、ジャンスタ、うん、って感じじゃないですか。で、ちょっと待ってね、登ろう。ここに登ったところでなんか意味あんのかな。あれなんかすごい刺してんだよな、あれチュインって。でも別にそんなことはないから、よいしょ、ぴょいんと、あー、むーちゃー、こっち行って、くるっと登ってって、あれ、これ俺もしかして行ったと思ってるけど、実は行ってなかったとかって、そういうオチだったりしないよね。で、こう、テックかみよう、テック産業ってことで、お前のうちで呪いほど、鍵がないから降りれない。どうしよう。マジで降りれない。ドン。ドフ。これ登れないよね。無理だよね。高すぎ新作だったね。あーちょ、あーすげえ、2連撃なんだけど、とりあえずじゃあ、ゴロン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 で、こっちまで来て、あー、そういうことか。で、これをこうバコンってやって、で、もう一回戻ってったらいいんだ。あー、思い出してないけど思い出したぞ。そういうことだな、任せとけい。はい、ゴロン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 、これ降りないように落ちないようにということでやっていきましょう。よかったー。なんとか次、なんかこのまま積んだらどうしようと思ってたけど、積まないで済みそう。よかった、登っていこう。とっとっとっと、とっとっとっと、ハンサムペイ、ペイ。え？違う、俺の思ってたのと違う。ん？壊せずにここに来るべきだった？いや、んなわけねえよな。あっち、どっちから行くのが正解だ、これ。てか、そもそも、なるほど。安全を期して、そういうことの、あー、降りないでください、登ってきてください、もう一回上がります。すいませんでした。だから、普通に、これあっち行って、キュイーボン、とりあえずこうしといて、今、ちょっと落ちるかと思って焦ったわ。で、こっちで、ぽーっとやって、まあ、とりあえずあっち行きましょうか、じゃあ。ずちゃ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 、ずちゃ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 、ずちゃ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 あ、そう、こんなところに2匹もいるんだ。だから2匹って言っちゃダメなんだよ。2匹。一緒行ってる。あー、ちょっと待って。おー、なんだ。なんか俺の全く記憶にございません。ちょっと政治家みたいなこと言ってるけど、ごめんなさい。記憶違いでございます。あなたたちなんか知りません。どん。もう一体いるな。あ、なるほどね。なるほど。え、ちょっと待って。で、確実になんかいるよね。よいしょ。違う。
ちょ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 。ちょっと待ってね。こうして、で、あと、何してんの？まあ、いいや。あ、いる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 。ちょ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 。燃やす、つくすきか、お前は、妖精を。おい！オッケー。で、で、これできて、でこいつに変えますと。はい、おいで。おいで、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 パンダ、オッケー。で、12匹目。ところが、これ、こっち行けないっていう設定なんだな。はぁ、なるほどね。ちょっと待って、でも、小さな鍵マジでどこじゃ？ちょっと待って、どこどん、どこどん、どこどん。ひゅいー。燃やします。てか、よくあれだね。戻ってこれたな、普通に。じゃあ、仕方、なんだよ、復活すんのか、こいつら、無限脇？うぜえ、痛い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 。攻撃あんなかっこいいなりしてんのに攻撃力しょっぽ。で、とりあえずまあここに降りればいいのか。えい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 。声がかわいい。あ、でもハートキャッチプリキュアできるから問題ないと。よいしょ。なんか普通に壊せないんだけど、なんで？あれか、鉄格子に引っかかってっからか。で、その後、今度じゃあ右側行ってみましょう。右サイド、右サイド。くる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 ボーン。オッケー。あー、これ別に外す必要なかったな。で、こうして、で、今12匹、ちちちち、あ、あかかか、ちょっと12人目だよね。だからあと3人どっかに潜んでるから、それを探さなきゃいけないってことですよね。オッケーオッケーオッケー。で、その前にこいつと、あー、いきなりボス、しかも数が多いんだよな。ジジイだな。仕方ない。じゃあもう遠慮はいたしませんよ。ちょっと待って。あ、ちょ、ずるい。あ、こいつだから、回ってからじゃないといけないんだな。オッケー、あ、ちょ、合うな、違うな、違うな、違うな。もうそうなるんだったらもういいよ。遠慮なく燃やします。ほい、あ、回れ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 。はい、あっちっちのちー。わあ、なんだなんだなんだ。影分身の術、多分地区にいたら、こいつマジで名前なんだったっけ。ここに出てくるの。はい、あっ、チャンス。なんか飛んできた。はい、終わり。はい、お疲れ様でした。で、ボス鍵かな？多分ボス鍵だよね。呪腕。ちょちょちょ、あ、パッドがなくなるんだ。結局こいつの名前何だったっけ、忘れちゃったよ。もういいや、カメックババでいいや。声もババ臭いし。肝心の魔法力がない。チャラチャチャ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 チャチャ。これでボスいけちゃうんだけど、ちょっと待って。まだあいつを手に入れてない。どうしよう。しかも小さな鍵が手に入ってないんだよね。そう、あそこ。え？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。この部屋にはないってことですね。オッケーオッケー。まあ、それはそれでいいんだけど。え、俺どこ行ってない？じゃあ。まあ、とりあえずじゃあもう、いや、でもそれしたらちょっとめんどくさいんだよな。よいしょ。じゃあちょっと待ってね。まあもうここに戻ってこれることは分かったから、しらみつぶしに行くか。降ります。で、ここの部屋にはないってことが証明されているので、あ、違う、ここ降りてもダメなんだ。登ります、登りますおでございます。お魚くわえた野良猫を追っかけて、タイの腹綿をぶち抜く猟奇なサザエさん、みんなで降りてゆく。あれ、またここにいるんだな。
どこだろう。ほい。チャラチャチャチャーン。これをやったことによって、なんか向こう側にいるとかなのかな。あ、でもなんか降りるところがあるから、それなのかな。それで星パーシャル出てくるとか出てこないねー。あれでもなんか、謎の切れ目がある。もしかしてだけど、あ、あ、全然もしかしてもなかったわ。あ、いたわ、普通に。あそこだね。行きたいけど行けないんですよ。謎の魔力に包まれてまして。ってかわいそうなやつだ。ぶち抜いてあげよう。よいしょ。あれ？え？なんか見えない壁に阻まれている？ちょっと待って、ちょっと待って。え？ほ、え？え？何？何？何？じゃあ直接行くべ。行けなーい。ちょっと待ってね。なんかここになんか拾い物とか壺壺とかなーさげだね。じゃあ溶岩の上を歩いていきましょう。あちゃ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 。あちゃ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 。体力切るのが早いな。チャラチャチャン。え？ちょっと本当に？なんで？え？待って待って、謎すぎる謎すぎる。じゃあどうやって倒すんだあいつを。ちょっと史上最強の妖精かもしれない。あいつをどうやって倒すのかが俺には皆目見当がつかない。どういうこと？この橋の上から降りろってことなのかな。橋の上からダイビングフ。とりあえずなんかさ、テンション高そうな感じの言葉言っとけばなんとかなると思ってる、安いし安い人間なんですよ。それともあれなのかな、こいつら全員ぶち殺したらなんか直接たどり着くことのできる柱かなんかが出来上がるとかのかな。ほい。チャラチャチャチャラチャチャーン。その生めかしい顔やめい。ほい。パコーン。やばいな。2日目の夜が来ちゃいますね。はい。どうしたらいいんだよこれ。いやー、ちょっと待って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 、急いで登ってパンチング。なんで今普通に行かなかったんだろう。ていうか今思ったら普通に行けそうな感じだったんだよな。シュ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 。やっぱフックショットがあった方が便利なんだろうな。オッケー。ってことはこれこっちから降りるとかかな。マジであの謎の壁ムカつくんだけど。とりあえずこれで 13？ 違うわ。ああ、おめえだったのか。ちょっと待ってね。で、ちょっと待ってね。ほ、いや、つかめないな。ちょっと待って。つかめないな。つかめない。あ、ちゃ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 。あれ？でもあいつマジでどうしたらいいんだ？じゃあ、こっから撃つ？なんかもうこうなったら壁のせいで何もできない気がするんだけど。爆弾？爆死させる？ありだよね。もうなんかムカついてきたもんね、普通に。ちょ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 。お前、どつくぞ。ほっ。え？ちょっと待って、マジでわかんない。どうなってんの？こっから直接、無理じゃん。おうおう。え、わかんない。え、どうやったら攻略できるのこれ。なんでだよー。ちょっと待って、さ、開始8分でさ、開始8分で普通にさ、ボス鍵手に入れてさ、もういよいよさ、じゃあゴート倒しに行きましょうかっていう状態に慣れてるのに、なんでこいつでさらに半分の時間を使おうとしているんだ。おかしくねえか。
シャボンにシャボンで倒す。でも多分あの、この距離だったらシャボンでし、無理でしょ。トイレにヘボになっちゃうよね、普通に。チュイ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 、くる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 、ぐんちょこちょこちょこピー、定期的に出てくるちょこちょこピー。よいしょ。いや、やだよーってか。え、これなんか登れるところがあるとかか。急な土下座。いやー、ないよねー。かといってデクので、デクの葉っぱでフラ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 落ちるところもないし。え、どうしたらいい。こっからか。ほっ、無理だねー。え、マジでどうしたらいい、これ。そういうことか。やっとわかった。逆に透けて見えるパターンなのね。そんなのあるんだ。へえ。ムカつく。じゃあどうしたらいい。これあっち側にどうやって行ったらいいんだ。むしろあっち側に行けないんじゃないか。とりあえず向こう側行ってみましょう。ギリギリ届かない。あ、違うな、下から狙ったらいいのか。で、ちょっと待って、じゃあどこだ。こっちか。ここだけだったのか。あー、やっと行った。なんか平行いた音みたいなしたぞ。ブリッて言ったぞ今。いいのかそれで。あ、おいで。お前が何匹目か知らないけどよ。13か。あと2人どこだ。ハギティに入れたのはまた別の部屋なのかな。でもあれ裏側から開けれっから、普通に行けるんじゃないかな。てか普通に行った部屋になるんじゃないか。氷溶かして入った部屋。よいしょ。よいしょ。で、なんかよこさないんだよね。よこさないんだよね。ちょっと待ってね。この部屋にはないと。うん。じゃあもういいね。こっち行ってもないのかな。反応はなし。じゃあこっちだな。どん、あ、この部屋ある。どこだ。こいつ、いや関係ないと思うんだけどな。あ、え、あの中か。ちょ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 、あ、いた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 、邪魔。で、とりあえずじゃあ、ちょ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 、これ破壊したからといってなんもないよね。チャラチャチャチャン。またあれかな、マコッティに頼らなきゃいけないのかな。どっかにいるんだよねこれね。だってこの箱の中いなかったでしょ確か。いた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 。ね、ニョキッと生えてきただけだもんね。ちょっと待ってね。じゃあマコッティで見るしかないよね。マコッ、あ、ちょちょちょ、普通に上にいたわ。もっと観察しなきゃいけないってことですね。ん？ごめん、やっぱちゃんとマコトのメガネいるわ。必要だったわ。あ、おいでおいで。逃げた、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 逃げた。俺が逃げてんのか。よし、あと一匹。苦労させやがって。あぶれ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 。超滑る。あーん、こっからだと無理ゲーか？あっちに行っても仕方がないよね。すげえあれが気になるんだよな。何かあんのか？
それともあの壺の中にいるとか、いやでもあったら普通に反応してるはずだもんね。ないってことは違うよね。ってことはやっぱりあそこの、まあとりあえず着地してみっか。うわ一番しょぼい。あちょ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 、あうどこだどこだ。ちょっともう移動がめんどくさい。ゴロンをかぶる、うん、ゴロンになれるよって知ってる知ってる知ってる。そのもう全人類が知ってる。さあ登っていこう。20分経っちゃった。じゃあラストのやつが見つかるまで一旦カットしようか。うん、カッツ。ということでこの部屋に何か反応が見当たったので、またちょっとまこっちゃんのメガネで見渡してみようと思うんだけど、ないね。わー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 、邪魔。こうしたのか。あーそうだよ、降りたら何かがあるのか。あれこんなとこあったっけ。じゃあなんか下を見渡して、壊してない壺の中にいるとか。ほら瓶の中に入っちゃうデクナッツの姫様とかいるくらいだからさ、なんかいたりすんのかな。それともいやーなーさげだね。あれどこだろう。いや違うな。ん、観察しましょう。そうしましょう。全員倒すことによってまたなんかチャラチャラチャラチャチャンって現れてくるのかな。とりあえずじゃあ上登っていきましょうか。ジュイージュポン、チュ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 。実はこの中に入れないよね。よいしょ。あちょちょちょ、あれなんかちょちょちょ、スッと入って、スッと入って。オッケー、ジュポポポポポポポ、ジュポポポポポポポ、ジュポポポポポポポ。こんな感じの壺とかいない。どこ。ああの壺か、おめえが守ってたのか。そういうことだろ。あ違う、また全員倒す。そういうことだったのか。なんて簡単な見落としを。やっぱちゃんと敵って倒すべきなんだな。経験値はたまらないけど、ポケモンでもドラクエでもないから経験値たまらないんだけどさ。よいしょ。はい、これで全員クリアです。やった、チャラチャチャー。さあ全ての妖精を手に入れたので、いくか。さあやっと皆さんお待たせいたしました。じゃああとはそこに行くまでの時間がもったいないので一旦カットしましょうかね。はい、再びカッツ。行こっかー。いやー苦しんだねスノーヘッドはね。ウッドフォールがやっぱまあ一つ目の神殿だからっていうのはあるんだろうなとは思うので、まあまあ4つしかない神殿の中でね、一個一個がサクサクと進めていけるようだったら問題だからね。あれ逆にね、逆にね。よし、ということで、違う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 、すごいカオスな仮面をお見せしましたが、よいしょ、溶けていきましょう。溶かしていきましょう。アパからアパカアパカアパカって、仮面機械獣ゴート、機械って言っちゃってるもんね。ちょちょ、何してんの何してんの。追いかけなきゃ。成功法で戦います。いてー、全然成功法にできてない。よし行くぜー。あ、ちょ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 っと待ってね、ちょっと待ってね。ドゥン、成功法で戦って背中の上に登ってやろうじゃないか。オラオラオラ、待て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 、この鹿野郎、鹿野郎、鹿野郎、ヤギ野郎。ちょっと待って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 、意外と強いじゃん。電撃を帯びてくればなんかね。でもね、後半になるとさ、普通にこいつなんかね、爆弾とか発してくるからね。よいしょ、甘いぜ。逃げろ逃げろ、うらうら、ゴート様のおとりだ。あ、違う、ゴートお前だった。ちょっと抜くってことありえんの。あー大事に、
あ、ちょっと待って。またまたまたハリ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 の実が出てこない。ハリハリの実。そのおかげで、ちょ、そう、あのね、ゴロンはね、ハリハリの実を、ね、飲んでしまったがゆえに、食べてしまったがゆえに、残念ながら、あれなんですよ。オッケー、よいしょ。てい、てい、あーは、あん、よいしょ、ちょっと、早く起きて逃げるから自分の体なんて耐えるやつの暴走止めるのよ。でこいつってさ、ただ走り回ってるだけで大して実害はないんじゃないのって思うのは僕だけでしょうか。はい、ということで、ね、なんか雷が的に始めている。的了所か。くる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 、うんちょこちょこ、うんちょこちょこちょこ、うんちちち。なんかちょっと前にさ、ちょっと前にというかもう半年くらい前か、半年くらい前にさ、なんかさ、令和の虎にさ、なんかさ、うんこマンとかってふざけたやつがいたじゃんか。あいつマジでさ、あったのでうんこの意識改革なんかできるかって思うんだよ。僕なんかさ、うんこしてた時に、その個室便所に、水をぶっかけられるってさ、いじめのさ、いじめをよくさ、描くさ、なんかドラマとかにさ、あったりするじゃない。小学生がうんこして、うんこというかトイレの個室に閉じ込められて、で、なんか上から水ぶっかけられるみたいなさ、あんなのね、実際の現場じゃないから。そんな、バレるようなことしないから、あれ、何々さ、なんであなた濡れてるのってなったらね、普通に分かっちゃうから、痛いー分かっちゃうんすよ、そんなことしちゃったら。子供って陰湿だから、なんか物なくし、物をなくしたというか、その隠してわからないとかで、なくしたことなんかさ、よく探してごらんなさいって先生もさ、誰かが隠したなんてことをみじも思ってないからね。そんなこと真剣に探そうともしないですよ。自分、そのなくされた本人があなたがなくしたんじゃないのっていうね、そういうね方向に持っていこうとするから、子供のね、いじめっていうのはね、皆さんが思っているのね、陰湿なもんなんですよ。じゃあどうするかっていうと、個室に閉じ込めた、いじめられ、ここをね、どうやっていじめていくかっていう話なんですけど、簡単ですよ。下から水入れていくんですよ。下から水入れていくと、例えば本当にうんこをしようと思ってる時なんかっていうのはね、もうじわ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 そうやっていじめられてるから。そうそう、でもうんこは物は出てる、物は出てる、でも引っ込めることは難しい、でもじわじわ下から来てるからまだなんとかいける、そのね、メンタルに来るんですよ。その直接いじめられたからやばいとかそんなんじゃなくて、メンタルに来るんですよ。あやばい、これどうする、どうする、まずいぞまずいぞみたいな、あやばいやばい、痛い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 、あれこんな苦労するやつだったっけ。違うな、単純に俺が下手くそになってるだけだと。やっぱ小学生の頃なんか上手だったんだよ。うん、こんなじゃゴロンレースダメな気がする。いってーぶち殺す。やばいやばい、ピピピピ言ってる、ピピピピ言ってる。あんな爆弾ってやったか、すごい、あんな爆発の範囲広かったのか。だったら俺あいつ回ってくるたびに炎の矢とかぶち返った。やばいやばい、ちょっと待って。あ、回復がない。魔法力の回復しかないぞ。このままだと真剣にやばい。真剣にやばい。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。急げ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 。もうそろそろ、もうそろそろ。オッケー。オッケー。ギリギリの戦いを勝利する、これこそが私バルホース。イエー、いじめにも打ち勝ってやったぜ。体力が尽きると壁に顔を突っ込んでいく系ヤギでございます。お疲れさんでした。今回のパートも長くなって、ね、多分40分くらいになるんじゃないか、結局合計で。うるせえ、ピピ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 ピ。この間にね、物とかをね、なんか回復するっていうのがやっぱ鉄板というか、そんな感じなんですよね。ちょ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 。てーん、てれててーん。ということで、矢を回復していきましょう。まあ別にこの続きを速攻していくわけじゃないんだけどね。まあちょっと収録時間上、あ、とか、じゃあいいじゃん。一旦区切るんだからさ。よいしょ、パラパパン。ということで、ゴートの鳴きからゲッチュッチュ。チャラチャチャ、泣き殻を剥ぎ取った魂が今解放されます。ごちそうさまです。チャラチャラチャチャチャラチャ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 。ねえ、あんたたちは何者なの。私、顔に直接足がついているマンでございます。進撃の巨人の元ネタです。ごめん、すっげえ嘘ついた今。ま、も、る、も、の、何を。
いや、あんたたちは守護神なの？だから神殿に？だけどその守護神がなんで？なんで何？ねえ、ちょっと聞いてる？ねえ、ちょっと！ねえねえ、ちょっと！聞いてよ！聞いてよ！あっ！さ、寒いふりをしている人たちがいます。もう寒くないのに？あばば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 。お？寒くなくなったけど。よかったね。シュー。こんな秒で氷溶けるのか。すごいな。逆にすごいな。おお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 いやー、やっぱね、冬は嫌よ。寒い方がいいよ。あ、じゃあ何言ってんだ。冬が嫌だって言うの、寒い方がいいよってもう矛盾だらけだよね。ゲコゲコ、ゲコゲコ。ただいまー。ちょっと待って、蜂が飛んでる。元気に蜂が飛んでいます。あれ？あれでもこいつに殺意はない、実は。しかし殺虫します。オッケー！ということで、今回はですね、無事ゴートぶち殺すことができましたということでございます。で、一旦この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。他にもね、やりたいことがたくさんあるんだけど、一旦、ちょっとこのまま、一応連続撮りでもすっか。オッケー。じゃあ、あれ？なんか見えるようになってる。なんで？細かいことは気にしないでいいでしょう。ということで以上でございます。またお会いしましょう。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしく。バイバイ。